はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日もレギュレーション戦やっていこうかなと思うんですが、今回今ね、デュエルリンクスレギュレーション戦っていうのが開催されてまして、ハイランダーレギュレーションなんですよ。ハイランダーっていうのは、同盟カードを1枚しか詰めない、つまり全部をピン刺し、しないといけないよっていう、そういうね、レギュレーションが今特殊な、まあ、そのなんだろう、対人戦のイベントで来てるんですけど、やっぱね、ハイランダーめっちゃ面白くて、僕めっちゃ好きなんですけど、いろんなデッキ今紹介してるんですけど、サメデッキがね、やっぱね、めっちゃ強いっていう。これなんで強いかっていうと、サメデッキは他にない特徴として、その、初動札がめちゃくちゃ多いんですよ。例えば、カッターシャークですね。カッターシャークは、1枚でランク4を立てることができるカードですよね。で、カッターシャークと、似たような感じで、マーメイドシャーク。マーメイドシャークもサイレントアングラー持ってこれるんで、これで、スキルを、サメの領域発動すれば、すぐランク4が出せる。とか、あとディーバね。ディーバ。それからカッターシャークになれるブリンセスとか。あと、これ、アビスリンデとか、あとこの辺のシャークサッカー。この辺は特殊召喚できるし、あとデニックアビス。こいつも召喚源使わずに特殊召喚できるんでね。こういうモンスターたちがいっぱい入ってるんで、あんまり事故んないんですよ。で、ハイランダーってやっぱどうしても事故率ってある程度あるんで、その初動札をいくつか用意しておかないとね。結構きついんですけど、このデッキはなんだかんだやっぱ動けることが多いので、連勝っていう結構きつい条件が必要になってくる対人戦においては結構強いと思います。もちろんめちゃくちゃ上振れてめっちゃ強い動きとかはできないかもしれないけど、やっぱ堅実に安定的にその強いモンスターを供給していけるっていうのがすごい強いで、なんだかんだ強いなと思ったのはこのね、フルアーマードブラックレイダンサー。こいつ結構強くて、戦闘破壊すると魔法トラップ割れるんですよ。これが意外と強い。意外と通る。この効果が。なので結構相手はね、ブラックレイランサーに妨害札を使ってくれたりするんで、意外となんとかなるかなっていう、こいつの効果をすごい通せるから。っていう感じですね。あとは汎用魔法トラップカードをいっぱい入れてて、妨害よりはどっちかっていうと、バック除去を多めにしました、このデッキは。ちょっと、たがってる時にね、すごい鬱陶しいトラップカードがめっちゃ多かったんで、なんで、サイクロンとか、清掃、ギャラサイ、コズみたいな感じで入ってるんですけど、フィッシャーシャージはめちゃくちゃ強くて、魚族モンスターをね、リリースすると、相手のカードを一応割りながらワンドローできるっていうことで、これはめちゃくちゃ強いカードだし、あとデモンチェーンとか月の書とかはもう相変わらずね、相変わらず強いっていうのと、あとね、これね、やっぱね、踏ませてると強い。分断の壁は。こういう環境においては。意外と、バック結構残ることもあるから、だから、分断の壁1枚刺しとくと、結構踏んでくれて。で、サメってやっぱ打点がちょっと低いので、めちゃくちゃどでかいモンスター、例えば西岸とか出てくるとちょっと辛いんですよ。なんでそういうモンスターを処せるように一応分断の壁を積んでいくといいかなっていう。そんな感じですね。はい。早速ね、この安定感抜群のハイランダーサメデッキぶん回していきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、人手マンさんですね。よろしくお願いします。スタンバイ。マーメイドシャーク、マーメイドシャーク召喚、マーメイドシャーク効果、サイレントアングラー、これエクシーズともいいけどな、もうなんならこれエクシーズ戦とサイレントアングラー守備特召喚、フィッシャーチャージセットエンドまでこれバハムートシャーク出してもいいけど、なんならフィッシャーチャージセットエンド結構あるんだよな、これ結構ありますね。これエンドしますか。サイクロンとか飛んでくるとあれだけど、そんなに簡単にバック除去飛んでこないなっていう感覚ですね、このハイランダーレギュレーションは。なんでなんとかなると思う。このフィッシャーチャージっていうカードがやっぱめちゃくちゃ強くて、魚族モンスターをリリースして破壊しながらワンドローなんで、こっちはねアドバンテージ失ってないんですよね。破壊できればですけど、相手のカードを。だからこれでフェイシャーチャージをして、マーメイドシャークリリースすることによって相手のカードを破壊する、一番エクストリック側を破壊、波紋のバリア、危ない、バック除去いっぱい入ってるんで、とりあえずコズミックサイクロンぶち込んでいきますよ。さあ、コズミックサイクロンぶち込んで、デッキ側のやつも除外させてもらう。分断の壁よし、反応あったんで、なんでしょう、海王の重装兵と狙撃兵で圧倒的最強の。新エミッションもというか、ちょっとバハムートシャーク立ってもまあいいんだけど、食らいついた獲物は外さないで、深淵だよな。まあなんかチェーンあるんで振りチェなんでね、まあ、深淵にしてもいいか。まあちょっとバハムトシャーク出したらなんか裏側されたとかあるから、これで深淵に潜むもので深淵に潜むもの効果使ってバックは除去しに行こう。で狙撃兵を墓地の送り、さあそのセットカードを破壊させていただきたいぞ。クリームを呼ぶね。なるほどなるほど、めんどくさそうなカードを発動するじゃねえか。めんどくさそうだな。さあ狙撃系の効果は意味がなかった。でバトルフィールド入る1300リスティングのケアで1300だけ殴って、ハイランダー対決だと結構プレイングが重要になってくるので、そのカードパワーでゴリ押すということももちろん重要なんですけど、意外とそのプレイングでね相手のカードをねどう読むか、どういうふうに除去していくかって結構重要なんで、意外と実況しながら結構難しいです正直すぐプレミスするんですよね、実況しながらって遊戯王って無言でやってる時が一番強いんで、遊戯王ってのはリフサンドが今フリーチェーンだったから狙撃兵じゃなくてよかったかもしれないね。まあ金シャツ清掃が来たのが強い。ラビスリンで召喚、FA いきますか。ブラックレイランサー出しに行きましょう。ブラックレイランサーは戦闘で相手モンスターを破壊すると魔法トラップ割れるんですよ。なんでとりあえずバハムトシャーク出していく。でバハシャここでなんか打ってくるようだったら清掃打てばいいし。さあバハムトシャーク3100強いね。さあバハムトシャークの効果はそうバハムトシャークの効果によりエゴアレユニットを1つ使いエクストラデッキよりランク3のエクシーズモンスター先行母艦エアロシャークを特殊召喚、そしてエアロシャークの上に重ねてオーバーネットワークを再構築エクスチェンジブラックレイランサー2800 かっこいいっしょこの盤面。どうよバトルバトルいけ。ブラックレイランサーブラックレイランサー敵を噛み砕けブラック何清掃はちょっと一回スルーかな。どれそれかまあこれスルーかな。一回スルーで何が起きるか分かんないんでね、そんな殴っていいんじゃない。でモンスターで攻撃する、まあ墓地発動そんなにヤバいやつ、ああなるほどね、墓地発動そんなにヤバいこと起きないと思うから、であのカードなんだろうかなっていう話なんだけど、あのカードなんだろうな。カードを引くぜ。あのカードはちょっと分かんないですね。あの伏せカードが、ね、何の反応もないんでブラフかな。ただ言うて相手ハンド1枚でしょ。これもう結構きついと思うけどな。1枚からこの盤面返せることないと思うけど、ああそれはいいか。まあ別に、戻すのもいいよ。あもうそれも全然いいです、はい、戻すのもそんなにかなって感じ。それは別に戦闘破壊できるんで。であれ反応ないから、あ融合か融合かなるほど。潜むものかな。じゃあ深淵に潜むの発動してで墓地効果発動できないから、これで赤の効果も発動できないし黄色の効果も発動できない。赤の効果発動できないし黄色の効果発動できないけど、重装兵は墓地で発動する効果じゃないから、重装兵の効果だけ発動して相手が出してきたムーンライトのなんだっけキャッチダンスする方踊ってる方だけ処させてもらうよ。残念でしたね闇雪くん。この最強の水属性エクシーズモンスターたちの前には君はなすべがないこれが水エクシーズのパワー。カードを1枚セット反転召喚、カードを1枚セットバトルフィッツ対戦ありがとうございました。これがサメエクシーズのパワーよ。この盤面かっこよすぎない？これスクショタイムでしょ。さあお相手の方ジェイソン・スティータム選手よろしくお願いします。さあブリンセスの召喚、ブリンセスの効果発動。ブリンセスは自分を除外することによって敵からしゃがらずくモンスター一体を特殊召喚できる。カッターシャーク、そしてカッターシャークのモンスター効果発動。カッターシャークは自身を対象に取りレベル4のしゃがらずくモンスターをデッキから特殊召喚できる。そしてレベル4のモンスターが2体来るぞユーマ。俺はレベルのモンスターに対して呼ばれてる子を構築エクシーズ召喚。バハムートシャーク。そしてバハムートシャークのモンスター効果を発動。バハムートシャークはオーバーリントを1つ使い、エクストラの機からランク3のモンスターエアロシャークを特殊召喚できる。このモンスターは魚族モンスター。カードを1枚セット。カードを1枚セット。カードを1枚セット。ターン終了。およそ最強の盤面。およそ最強盤面だぜ。フィッシャーチャージのコストないんですよ、エアロシャークは。サイクロンフィッシャーチャージだけやめてくれ。そっちはいい。オッケー。なんだろうね、まあ知らぬい系ですかね。リシドとかだとさすがに終わらないわけだと思うんだけど、あ、剣闘獣か理解でいいか。なるほどな。ジェイキャーよりバトルフェイスぶち込んでくるかな。バトルフェイスぶち込んでくるかどうか問題は発生してるんだけど、ターン終了か。なるほど。とりあえずフィッシャーチャージだな。残念だったらまあ一応ね、後ろですよね多分ね。これわかんねえな。あのね、ウェスプーシアスがいるとちょっと話変わってくるんだけど、ディニクアビスか。ディニクアビスいいね。ディニクアビス効果だね。ディニクアビス効果、マーメイドシャークを墓地の国。ディニクアビスを特殊召喚。ディニクアビスのモンスター効果を発動。特殊召喚に成功した場合、敵からレベルの可能マーメイドモンスター一体を手札に加えることができる。アビスリンデでいいか。で、アビスリンデを召喚。ウェスパシアスだけケアしたいですね。かなりウェスパシアスがあった場合のことだけマジでケアしなきゃいけないんで、こことここであれダメージで出てくるんでね、初来でかわされるんだよね。でスパイダーシャークでしょ。これ多分ね、順番的にはだから、スパイダーシャークさっき出してるような気もするけど、まあ一応ねトラップカードが2枚あったからっていう話もあるんだけど、スパイダーシャークで、の効果はまだ使わない。これ多分ね使わない。これ使わないんだね。でやっぱあるでしょこれ多分。よし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 。殴る順番正解。殴る順番本当大事で、これでしょってでスパイダーシャークでぶん殴ってしょる。スパイダーシャーク効果。さあ効果は温存させてもらったぜ。これが殴る順番ってやつよ。これが遊戯王。よし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 。うますぎる。殴る順番がうますぎる。いや言うてね、反応が2枚でグラディアルベーストって返しにくいと思うんだけどな多分。さすがにそんなに簡単に返されないと思うわ。ただこの伏せカードがマジで怖い。伏せカードが本当に怖い。まあ行くしかないよね。行ってでナイトメアシャーク特殊しといて、でナイトメアシャーク効果発動。おおじゃあ間違えた。上に重ねてエクシードチェンジ。いやーあのセカード作っている怖いな。めちゃくちゃ怖いね。波紋だったらやばいんだよね。これ守備表示だな。ちょっと本当波紋とか分断マジで踏んじゃいけないんですよ。波紋分断踏んじゃいけないんで、とりあえずこうですね。でも月の書温存だったら、あーいや月の書温存でよかったかもしれないな。ちょっとやばい。その本当にねこれトラップはね踏んじゃいけないカードが多すぎる。サメちゃんはセット。なるほど、いいだろういいだろう。バトル。いやーこれはこれはにしるしかないね。いい絵だね。いい絵だね。で止めよう。攻撃止めて、変身されるとマジでやばいことが起きるかもしれないから、レモンドチェーン打って、レモンドチェーン打って、あーでもあれか、出てきたモンスターデモンチェーンでもよかったな。出てきたモンスター、あーコズミサイクロン強い。出てきたモンスターをデモンドチェーンでも正直よかったかもしれない。でコズミックサイクロンを発動していく。今のは出てきたモンスターに対して対応する方が良かった。銀幕ナイス。オッケー。いやもうこれもなんとかなるでしょさすがに。いやさすがにこれ1枚では返せない。さすがに1枚ではスパイダーシャーク返せない。プレイングむずいって。でも面白いって。やっぱりハイランダーってプレイング難しいもん俺苦手なんですよね、こういうゲーム。こういうゲームは私は苦手です。なるほど。水影先生、いきますか。まあちょっと倒せないかもしれないから一応こっちからいくか。いきましょう先生。オッケー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 。よし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 。プレイング下手くそすぎるな。まあ今のも守備力弱いから水かけでぶん殴っていいのか。プレイングがわからん。清掃、あ、これ強い、これは強い。これでもさすがに踏んじゃいけないかもしれない。いやー、面白いけどね、こういうゲーム、レウさんは苦手です。はい、さあ、お相手の方、ヒトデマンさんです。リチュアチェイン、ほう、なるほど、儀式的。ハイランダーで儀式的はなかなかの勇者ですね。清掃、まあとりあえずギャラサイぶち込んどっか。ギャラクシーサイクロンの効果、相手のセットカードを破壊していく。そこだ、小津一家、何貴様長いやるな。儀式で、これ儀式の使い手かな、これ儀式の使い手かな、ディスティニードローかな、これどっちだろう、ちょっとわかんないねこれリチョウチンか。水かけダイレクトしていいのかな。モンスターを召喚。水かけダイレクトしていいのか、これわかんなすぎるな、これ水かけダイレクトしていいのか。いや、わかんねえな、これどっちだ、これ闇遊戯、ちょっとこれ使うのやめよう、これわかんないもん、どっちか殴っていいのかな、ガチでわからん。あー、殴っていいやつだった。きしょう、お前ふざけんなよ。儀式の使い手こいつにリストされたからマジできついんだよな。これどっちか見抜くの。応答儀式か、なるほどな、応答儀式の方か、なるほど。これは一体何が儀式召喚されるやつだ。一体全体何やってくるんだ、これは。ハイランダーでもまあ儀式の使い手があればね、まあ儀式が結構できるかなって。やばっ、何これ、誰やねんモンスター送りすぎでしょ。ディサイシンのネクロス、ネクロスデッキか、なるほど。これセットカード除外されるのきついな。セットカード除外されるの結構きついな。これ死んではねえな、ギリギリ。リバースカードだ、ギリ生きてる。速攻魔法発動、ギリ生きで500が2500、ま、600で魔法発動、マジカライズフュージョン。犯罪じゃねえこれいや待って、嘘、いやこれハイランダーでこれ犯罪でしょ。いや無理、お前手札ガン決まりすぎだろ、どうなってんだ、クソゲーかよ。